今日は今日とて、素晴らしい日です。ちょっとおかしくないですか、大丈夫みたいな。いや、あのね、ほんと今日楽しかった一日なんですよ、ほんとに。いや、テンションがもうすんごく上がっているひまひまです。一世のせこんにちは、ひまひまです。今日ですね、皆さん、なんとダイソーでめちゃくちゃバズり商品を買ってこれちゃいましたということで、今回はダイソーのバズり商品、最近のですね、バズり商品紹介していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう、レッツゴー。というわけで早速紹介していきたいと思います。まずはダイソーで買ってる様子を見てください、どうぞ。これめっちゃ可愛いんだよね、なんかちっちゃくて、え、見て、可愛い、可愛い。ちっちゃいプールとかもいいの、あのプロちゃんよ。ってことで、早速ダイソーで買ってきたものを紹介します。では一つずつ、一つ目はリペアスティックです。これ何かというと、待って、一旦開けてみるか。50本リペアスティックっていうものが入ってるんですけど、こういう感じの棒なのね。で、これ先端が極細で1ミリなんですよ。1ミリで、まつげ美容液をムラなくこう塗ったりとかもできるし、メイクとかネイルのはみ出しにも使えるし、なんだろう、ほんとメイクでこのアイライナーが飛び出ちゃったってとこもシュシュシュってできるし、とにかく細かいね、まあ私はメイクに使うんですけど、ちょっとはみ出ちゃったメイクの不要な部分をこれで取れたりもするので、そのために買いました。はい、続いてじゃーん、こちらコスメチューブ絞り。普通に3つ入ってて便利でしょ。単純に多分もうすぐなくなるよっていうチューブをこれで絞れる。こういう感じ。チューブに入ったファンデーション、洗顔フォーム、歯磨き粉などを無駄なく絞り出せますって言って。ちなみにこれは、あれです。出してみるね。ちなみにこれはあれですとかさ、語彙力ゼロじゃん。こういう感じ。まあ、で、これで、これで挟んで、まあ、絞っていくんですけど、私これ日焼け止めに使いたいなと思って、日焼け止め用に買いました。次は、じゃーん、こちら見てください、可愛くない、ペットボトルオープナー。ペットボトルの蓋にくっつけるだけのやつです。じゃーん、こういう感じなんですけど、キティちゃんがもうとにかく可愛い。やばくないですか、めちゃくちゃ可愛くない、やばくない。で、これパカッで、ペットボトルの蓋につけてパカって開いてストローが出てくるみたいなやつもあったんですけど、これただのペットボトルのキャップにつけて目印にするだけのやつです。ペットボトル買ったらキティちゃんくっつけたらめっちゃ可愛いじゃないですか。まあ、でも無駄って思ったそこのあなたいると思うんです。この5センチいらないよみたいな。いや、いるんですよ。これがめちゃくちゃ可愛い。だからこれをこれから私はペットボトルにつけようと思います。何ヶ月持つかな？いや、絶対50年は使うから。見ときなさい。次、じゃーん、こちら、ラウンドボールですね。こちらなんですけど、300円商品で、これはなんとヨーグルトとフルーツを入れて食べまーす。こういうのにね、入れるのがもうめっちゃ憧れで、はい、ひょっこりはん、今のカットでほぼ大丈夫です。ちょっと背中が痒い。で、結局食って見た目だと思うんですよ、やっぱ目から。で、視覚からのご飯ってすごい大事だと思うので、これからグリークヨーグルト食べるときはもう絶対これにしようと思ってこれを買いました。次、じゃーん、こちら見て、これやばくないですか。これ韓国初プリンクルパウダーって言ってさ、よくさ、韓国のさ、何味なんだろうね、なんか玉ねぎ、チーズ、ガーリックの淡白でさっぱりとした組み合わせにパセリを加え、食材の旨味を引き出す、まるで魔法のようなシーズリングって書いてあるんですけど、まあ、フライドチキンとか、フライドポテトとか、唐揚げとか、まあ、ポップコーン、オムレツ、グリル野菜って書いてあるけど、大体、私はフライドポテトとか、フライドチキンにかけたいなって思ってて、新大久保で食べる韓国屋さんの、韓国屋さん？新大久保で食べる韓国料理屋さんのチキンに絶対これかかってんのよ。もうそれがもうめちゃくちゃ美味しくて魔法の粉なんじゃないかって思ってたら、ダイソーに売ってて買いました。まあ、まるで魔法の粉。次、じゃーん、こちら、これバズってるとかじゃないんですけど、
見てくださいよ、ゼロカロリーシロップやばくないですか。本当にやばくない、これ本当もう大好きだよ。でコーヒーとか紅茶に入れるのもありだし、お料理とかヨーグルトなどの砂糖の代わりにもお使いいただけますって言って15個も入ってんのよ。これこれこういう感じ。しかもゼロキロカロリーが私本当に大好き。まあんまり体にめちゃくちゃいいわけではないことは分かってる。でさ、たまにさセブンでどっかね、あのカフェラテとかあるじゃん、の横にゼロカロリーシロップが売ってるとこがたまにあるのよ。売ってるっていうか置いてあるところが、その時だけそれもらってあの入れるんですね。本当は甘いもの大好きだしシロップも入れたい、ただゼロキロカロリーじゃないとちょっと入れられない。ダイソーにあったやんと思って買っちゃいました。次じゃーん、こちらこちらなんと作りますか、ちょっと開けてみますね。これが、ここがマグネットになって、ここリングがついてるんですけど、ここに磁石が入ってるから、このリングに鍵をつければ、あの、玄関とかにペタってつけてられるっていう、めちゃくちゃ最高じゃないですか。はい、紙と思いまして、これにしました。あ、てか、これバズってました。次。じゃーん、フロストガラスアトマイザー。まあ、これ普通に、あの、え?チロリーン。最悪。本当は私が買いたかったのはこれじゃなくて、あの、私は香水の入れる容器が欲しかった。で、香水の詰め替え容器を買おうと思って、で、これはそうだと思っていたんですよ。そしたら後ろに、化粧水の詰め替え容器として便利にご使用いただけます。ってことは何これ?いや、ガラスアトマイザーでさ、香水入れちゃダメある?別に化粧水じゃなくてもいいんだよね。え、香水じゃダメなのこれって。え、よくないですか?香水の一応詰め替え容器もあるんですよ。いや、形ほぼ一緒で、こういう形のやつがね、ずらーって並んでて、とにかくデザインが好きなやつを選んだの。間違いだった。もう最悪や。まあいいや。これ化粧水入れて持ち歩こう。うん。一件落着。え、ダメなのかな普通に。みんな教えてください。お願いします。お願いします。これで今の人生は決まります。次。じゃーん、こちら、これもすごくない?ウェットシートの蓋なんですけど、なんと鏡付きなんです。なるほど。どうやって貼り付けるのこれって。これは、で、ウェットシートの蓋なんですけど、爪が分厚すぎて剥がれない、鏡が。え、本当に。ねえ、こんなさ、鏡が向けないことありますか?まあいいや。まあ、ここは鏡になってて、あの、ウェッティの蓋になってるよっていうやつです。だから、ウェッティにこれ貼り付ければ、鏡でこう、メイク直しができちゃうじゃないですか。一石二鳥やんと思って、これを買いました。嘘でしょ?本当に剥がれない。まあいいや、どうやろ。で、ここに書いてあるのは、お出かけタイプのウェットシート、メイク落としシート、メイク直しシート、ボディシートなどのウェットシートに使用できます。だから確かにメイク直しシートとかにこれ貼るのもめちゃくちゃ便利かもね。受けた。あ、鏡もしかも歪むとかなく、めっちゃ綺麗に映し出される。これ大好き。こういう感じ。次。そんなこんなで、じゃーん。メイクブラシクリーナーシート。ブラシでしたね。あの、メイクブラシって大体さ、洗剤とかでこう、こすって洗うじゃん。じゃなくて、メイクブラシのシートがあったの、クリーナーシート。え、絶対シートの方が楽じゃないと思って、まあ、メイクブラシの汚れを落とすために、ちょっと、メイクブラシ、クリーナーシートを買ってみました。次、じゃーん、こちら、アイスポップメーカーです。もう普通にジュースをここまで入れて、凍らせるだけでここをギュッて押し出す?そうそう、押し出せば、こう、ビューって出てくるよっていう。すごくないですか?てか、ジュース入れるだけでもアイスになるんですけど、この、防災してとか、じゃなくて、これだけでできちゃう。そう、こういう感じでアイスが作れるんですよ。あ、もうこれ夏最高だし、ジュースとか、だったら、そんなカロリーもないじゃないですか。だから、いやー、作っちゃおうと思って、この夏、エンジョイしたいと思います。次、じゃん。こちら、こういうケースですね。これ普通にあの、アクセサリートレイでマスになってるんですけど、あの、最近さ、ネックレスとかつけることがすごく多くて、ブレスレットとか、これとかね。あの、こんがらがっちゃうんですよ。だから、これに一マスずつ入れようと思って、これを買いました。次、じゃーん!こちら、タオルバーにかけれるシャンプーブラシです。これあの、めちゃくちゃつまんないので、あの、すぐ一瞬で行くんですけど、ただ頭が最近さ、あの、洗ってるんですけど、泡立ちにくいとかもたまにあるので、そういう時用に、はい、あの、シャンプーブラシ買いました。次。じゃーん。黒いリングゴムです。6個入り。まあ、普通に、紙ゴムです。なくなっちゃったから。
実用的。次じゃじゃーん、折り込みコーム、ハニーオイル配合、あの櫛ですね。私本当に意味がわからないけど、櫛がなくすんですよ。櫛がいなくなる。え、待って、すごい。ハニーオイルがちょっと蜂蜜意識してあって、ちょっとオレンジで透け感があって、デザインもボコボコしててめっちゃ可愛い。これオイル配合とかじゃ欲しくなっちゃう。椿オイルとかで、私椿オイルとひまわりオイル配合は持ってるから、ハニーオイル配合を新しく買ってみました。いいね。そうで、櫛がすぐいなくなっちゃうの。あの、なくしちゃうとかいなくなっちゃう。だいたいいろんなバッグに一個ずつ入ってて、で、櫛ってほんと忘れたら地獄なんですね。で、バッグを毎回入れ替えるときに櫛だけ忘れるの。あ、もうこれダメだと思って、ポケットに入れる櫛を一個持とうと思ってこれを買いました。次。じゃーん、こちら。これは、ファイブトレイって言うんだけど、これもすごいバジゼリ商品、こう見えて。え、ただの箱じゃんって思うかも。ちょ、言い方悪いかな。でもそう思うでしょ。ただ、ここにカラコンをズバーって入れれるんですよ。そう、箱から出してカラコンをここに入れるとぴったりみたいなのを見たので、これにしてみました。で、他の箱でも意外とぴったりなのがダイソーには売ってるらしいんですけど、今回ね、あの、見つけきれなかったから、一旦これ、シンプルなやつにしてみた。次。じゃーん、これバズリンとかじゃないんだよね。その古代日本からすごい受け継がれてるシャボン玉です。シャボン玉がしたかったので、最後はこちら、手や足の裏をよく揉みほぐせるこの健診棒っていうやつです。これで、ね、健診棒じゃなくて、もうちょっとピンクの可愛い色のやつとかあったのよ。一応押せる、ツボ押しのやつなんだけど。ただ、検診棒ってガチっぽいじゃないですか、ちょっと。逆にオシャレと思ってこれにしました。で、これこう手のツボとかね、こう押せるんですよ。こうやって。私、足の裏とかも押せるんだけど、私ここ?この、耳の下で、ここですね。こう耳の下のここのツボをぐりぐり押したくて、それ用にこれを買いました。めっちゃいいのよ。気持ちいいの、これが。で、これですごい顔が引き締まったみたいな方がいたので、諸説ありますが、ちょっと私が試してみようかなということで、これを買ってみました。で、結構今使った感じいいわ。これ結構気持ちいいし。あー、いいね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 。これで以上でーす。今回はダイソーで本当に大量にあのバズり商品が売っていたので、今回はそれを紹介しました。ただ、本当にまだ買い切れてないものもすごいあるし、バズり商品たくさんダイソー売ってるから、もう行くだけで楽しいから、ぜひ皆さんも行ってみてください。では、次回の姫ひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ちなみにこの前はセリアに行きました。はい、こんな感じで買ってきました。今日違うの、さっきママと話した内容が後からじわじわ今来てもうってなってる。